セラミック矯正はご自身の歯を削ってセラミックというかぶせ物をして並べていく矯正方法です。ワイヤー矯正は歯にワイヤーをつけてその力で歯を削ったりは基本的にしないで並べていく矯正方法です。マウスピース矯正はワイヤーをつけたりはせず歯に少し突起をつけてマウスピースを1日20時間だいたいつけていただいて直していくという矯正方法になります。セラミック矯正の場合、まず最初に仮歯に変えていきます。仮歯に変えてからだいたい2週間から1ヶ月後に下取りをして、その後だいたい2週間、3週間後に最終的なセラミックを入れていくというのが基本的な流れになっております。まず全体的にお薬などで歯の着色が気になる方はセラミック矯正をおすすめしております。あとスキッパなどで隙間が結構多い方、もしくは顎に対しての歯の大きさが合っていない方にもセラミック矯正はご利用いただけると思います。受け口などの顎の関係によって並びが綺麗になっていない方、もしくは歯周病が強い方、虫歯の多い方にはおすすめできない治療となっております。セラミック矯正のメリットは色や形をご自身の好きなものに理想の形に近づけて作ることができます。長く硬いものも召し上がっていただけるのですが、反対にデメリットとしては健康な歯を削らなくてはいけないということ、しっかりとメンテナンスを行っていかないと割れてしまったりダメになってしまったりした時に作り直しをしなければいけないというデメリットも持ち合わせています。セラミックは一生ものではございません。寿命はだいたい5年から10年と言われていますが、定期的なメンテナンスやご自身でのブラッシングをしっかり行っていただくと長い間お使いいただけるものになっております。硬いものを召し上がったりするとき、もしくは歯ぎしりが強い場合、ぶつけたりする場合、割れやすいものなので硬いものにはどうしても弱いものになっております。強力ハイブリッドセラミッククラウンはレジンと呼ばれる材料とセラミックを混ぜた材料になっております。近年では保険診療でも使われているものになります。白くて綺麗ではありますが、レジンという材料が配合されているため、お水やお食事によって色が変わりやすいものとなっております。強力セラミッククラウンとは中を金属で裏打ちを作り、その上にセラミックをかぶせた治療法になっております。金属がある分硬いものには強いのですが、歯茎に金属色がついてしまうというデメリットもあります。強力ナチュラルクラウンは全てセラミックで作られているオールセラミックスクラウンの一つです。ツヤ感のある素材ではありますが、裏打ちのものがないため少し割れやすいですが、前歯などにお使いいただける材料となっております。強力ピュアジルコニアクラウンは全てセラミックスで作られている素材になっております。硬いものになっておりますので奥歯用として多くは使われておりますが、全歯でも使用することはできます。強力ダイヤモンドプレミアムクラウンは芯をオールジルコニアで作っており、周りをのりだけ製のセラミックで作られている、とてもツヤ感のある綺麗な材料となっております。天然歯との区別がつきにくく非常に人気の素材となっております。強力ダイヤモンドオリジナルクラウンは芯が人工のサファイアと人工のダイヤモンドでできており、とても硬く丈夫な素材で作られております。のりだけ製のセラミックを使用しているため天然歯との区別がつきにくく、こちらも大変人気の素材となっております。強力サファイアクラウンは芯が人工サファイアでできており、とても硬く綺麗な素材となっております。のりだけ製のセラミックを使用しているため前歯奥歯どちらにも使用できる綺麗な素材となっております。セラミックを選ぶときはどちらの部位に入れるかということが大事になってきます。前歯に入れるもの、奥歯に入れるもので素材は異なりますし、何本入れるかということでも費用の関係や周りとの歯に合わせるという関係で、どちらのセラミックを選べばいいのかということは一緒に相談して決めさせていただいております。セラミックを白くしたい場合は周りの歯に浮かないように周りの歯のホワイトニングを合わせて行う場合と、白さを求めない場合は周りの歯に合わせたもので色見本と一緒にご覧になって決めていきます。痛みがないように麻酔をしっかり使用させていただき治療を開始しています。またセラミックを入れる時に歯を削りすぎないようにすること、仮歯も患者様のご希望に沿った形になるべく作っていくようにしています。セラミックには基本的に色はついてこないものとなっております。
毎日のブラッシングにプラスで糸ようじなどを通してあげて歯と歯の間までしっかりと磨いてあげることです。セラミック矯正だけでは治りにくい場合、部分矯正と合わせて行うととても歯並びが綺麗になることがあります。またセラミックでせっかく白いものを入れるので周りの歯も白くするためにホワイトニングも合わせて行うとより綺麗なお口元になるかなと考えております。加齢で歯茎が痩せた場合、セラミックの場所は変わらないので根っこが見えてきてしまう形となっております。なので歯茎が痩せないように日々のブラッシングを患者様には頑張っていただいております。セラミック治療の症例数が多い歯科医院で行うといいかなと思います。またセラミック治療以外の治療方針をしっかりと提示してくれるところ、そしてセラミック治療を行った後の保証がしっかりとあるクリニックを選ぶのがいいかと考えます。もう今回上6本下6本の計12本ですね、セラミック治療を行っていきます。最初歯を削って仮歯に変えて、少し歯肉を整えて仮歯まで終わらせて、次回型取りをさせていただいて、そこから最終的なセラミックを入れていくという治療の流れになっております。開けていただきます。今日上6本下6本ですね、仮歯まで変えていきます。歯並びがちょっと片付いてしまっているところがありますので、そこの部分綺麗に直していきたいと思います。ちょっとお口広げる機会入れますね。はい、軽く開けていただいて、はい、噛んで、うん、奥までしっかり噛んじゃっていいですよ、はい、ありがとうございます。仮歯の形整えて上の歯に合った形に作っていきます。ではギューッとしますよ。はい、あーんと開けて、噛んで、開けて、噛んで、開けて、噛んでいただいて、開けて、噛んで、開けて。はい、噛んでいただいて、開けて、噛んで、開けて、噛んで、開けて、噛んで、開けて、はい、すいません。今日は上6本、下6本の12本を歯を削って、その後、仮歯に変えさせていただいております。